戦国時代、不倫した者の末路。現代でもたびたび話題になる不倫。奔放だった庶民に対して武家はそうもいかない。妻が真男と浮気したら夫はその両者とも切り捨て OK。 各武家によって内容に差異はあれど合法化されていた。逆に浮気者を切り捨てなければ夫の面目は保てなかったらしい。妻も浮気を疑われないよう男の出入りには気をつけたことだろう。現代では面目が潰れたりしないので絶対に真似しないように。戦国時代は不倫も命がけ。